久保さん、久保さん、ビヨンドですね。ビヨンド、ビヨンドでございますよ。ビヨンド、新しい新シリーズビヨンドに来ました。いやー、ビヨンドってね、ちょっとね、なんだ、いろんな意味があるらしいですね、ビヨンドね。そう、いや、早いですね。あっという間に、あれじゃないですか、もう終わっちゃいましたね。999本。今回テーマはどうしようかな。道にしましょうか。道にしましょう。道、あ、アントニオ猪木さんにしましょう。アントニオ猪木さんにしましょう。あ、今回のビヨンドシリーズはあれじゃないですか、久保さん、偉人鬼人の名前シリーズでもいいかもしれないですね。アントニオ猪木でいきましょう。猪木さん、なんかね、24時間テレビで猪木さんが言ってたことで、なんか昔はね、強かったじゃないですか、猪木さんって。で、今の、姿っていうのはもう病気にかかって、もうめちゃめちゃ弱、もう、あれが猪木かみたいな、もうガリガリというかね。で、猪木さんが言ってたのが、まあ、そういう姿をね、見せるとファンに申し訳ないというか、なんかその、残念な気持ちになるんじゃないかなと思ってたけど、でも、かっこいいって言われたらしいんですよ。みんなに。まあ、それでも懸命に頑張ってる姿がかっこいいみたいな。で、猪木さんもびっくりして、じゃあ、見せて、頑張っていこうみたいなね。そう。な感じです。でも、猪木さんのね、道は僕は、引退の道ですか。道っていう、いいですよね。めちゃくちゃいい。いや、アントニオ猪木にしましょう。猪木、ボンバーエイト。いや、でもね、まあ、あんだけ強かった猪木さんも、あんな風になっちゃうわけですから、ね、久保さんもあと10年、まあ、このシリーズね、久保さんが、久保さんの方がまあ10年上ですから、なんすか？まあ、僕もちょっと老けてきましたけど、久保さんもね、昔に比べるとだいぶ老けてきましたからね。久保さんも50でしょ？あと10年経ったら60でしょ？ 60 ですか。久保さん60。久保さん60。いや、僕50ですよね。髪の毛あんのかな？ 50 になったら。そう。久保さん。僕も40になりますよ。久保さんも50になりますけどね。いや、でもね、もう猪木さんあんだけ強かったんだけどね、あんなにすごいなんか123だー言うてたのに、いや、ちょっとね、ああなるんですよ、人間つうのは。ずっとはね、強くはな、ずっとは強くないんですよ。今のうちやっとくことやっとかないとね。本当にあっという間に終わっちゃいますよ、人生。あっという間じゃないですか、久保さん。あっという間に気づいたらもう50じゃないですか、久保さん。気づいたら50ですよ。ちょっと戻ろう。ちょっと戻ります。久保さん、人生ってのはね、行ったり来たりですよね。アントニオ123。あ、そう、あとね、なんかあの俳優さんも亡くなったっぽいですよね。ちょっと名前忘れましたけど、結構みたいな。あの人が亡くなったのみたいな。結構、いろんなやつに出てた俳優さんだと思うんですけど、亡くなりましたね。マジかと思いましたけど。結構、役うまいんですよ。結構いろんな、なんか、いぶし銀的な役で出てたと思うんですよ、いろいろと。
でも亡くなっちゃいましたね。久保さん、久保さんもいつか死ぬ時があって、僕もいつか死ぬ時があって、死ぬまで久保さん、でも久保さん強そうだな。ねえ、久保さん強そうっすよね。だいぶ強そう。間違いなく毛根は強いね。まあ、毛根弱いですけど。アントニオ猪木。でもまあ、アントニオ猪木さんの僕は道っていう道がね、あれは好きですね。この道を行けば危うくなかれみたいな。まあ、怖いんだけど、行かないとその道はね、開けないよっていう。みんななんかね、稼げるんですかとかね。億万長者合宿に参加すると、本当に億万長者になれるんですか、その道に、その道を歩くと、本当に億万長者になれるんですかみたいなね。みんな、あだこだ、不安とか、あだこだ言うじゃないですか。でも行ってみないとその道は、わかんないし、開けないしっていうね。みんな大体そこであだこだ言って、道を行かないですからね。歩かないですから。そう、行かなきゃ分かんないですよね。久保さんもね、麻雀店からネットビジネスの道ってまあ全く全然違ったと思うんですけど、行ったから今があるし、歩いたからこそそこに道ができたしね。まあまあ大抵の人はまあ道は作れないし、道は歩かないし、大抵の人は作られた道を歩いていくんで、まあそれはそれでまあね、その人の人生ですからあれですけど、まあ僕はこれからもね、自分の道を作っていきたいですね。自分で歩く道は自分で作るみたいなね。いいじゃないですか。自分で歩く道は自分で作るっていう、こういいんじゃないですか。自分で歩く道は自分で作ると、これからもまあやってきますよ、いろいろと。今月またあの久保さんまたセールス僕やってますし、来月もセールスあるし、まあ相変わらずずっと商品売ってますよ。はい、では。